お疲れ様です、えー、今日の FX はですねちょっと違った切り口からニュースをお届けしようと思います、えー、バイデン氏が米大統領候補撤退しましたバイデンさんはもう大統領になることはありませんでその代わりですけども副大統領のハリスさんというね女性の方を指名しておりますニュースがこのように入ってますね、えー、米民主党のバイデン大統領は21日11月の大統領選を戦う党の候補者指名を辞退し 選挙戦から撤退すると表明したと。ね、苦渋の思いだったでしょうね。やっぱり大統領2期ぐらいやりたいですからね。で、後継候補にハリス副大統領を支持すると明らかにしたということでございます。で、大統領の職務は2025年1月の任期まで続けるそうですけども、さあその後はトランプ大統領が来るのか、それともハリスさんになるのか。まあ勝敗はね、9対1ぐらいで、まあトランプ大統領なんじゃないかなと思いますけどもね。どうなるでしょうかね。まあこれによってですね、 ドルどのようになるかはそれは分かりませんけどもおそらくですけどもトランプさんが就任されるってことを見込んで円高の方向に触れていくんじゃないかなと特に今160円前後のこのドル円がですね150、140、130、120というふうになっていくんではなかろうかと思いますね。というのが、ね、ドル高でアメリカ結構苦しいんですよ。 さらにアメリカの政治も日本と同じようにかなり乱れきってます。その中でトランプさんみたいなはっきりとした方針を示して、そして示した方向に進む人が良くも悪くも求められてるんではないかなというふうに思いますけどもね。皆さんどのようにお感じでしょうか。それではまた別の相場解説でお会いしましょう。お疲れ様です。